こんにちは、1日1分社長の田町、本日は、食住接近ということでお話したいと思います。4年前の3月11日、東日本大震災がありました。実はあの日、私はあの頃は全国を飛び回るコンサルタントとして活動しておりました。ちょうどあの日は、麹町である中国人の方と商談をしていました。地震に不慣れな彼は、を避難させた後、私は麹町から江戸川区の自宅まで自転車で帰りました。その途中での光景が頭に今でも焼き付いています。錦糸町駅のあたりで線路を歩いている人々を多く見ました。遠くに行って仕事をするのではなく、近場、すぐに動き回れる場所を自転車で走り回るきっかけともなりました。こうして私はそれから4年間地域密着ということでやっております。食住接近、まず身の回りの人を幸せにする、元気にする、これができなければコンサルタントとは言えないというふうに考えております。ゾウさん、